こんにちは、こんばんは、そして初めまして。今回からポケットモンスターオメガルビーアルファサファイアの対戦実況動画を上げさせていただきます。ルカと申します。これからよろしくお願いします。今回初めての動画投稿なので未熟な部分が多々あると思われますが、どうか温かい目で見てもらえたら幸いです。少し対戦までに話しておきたいことがありますので、私は対戦動画を見に来たんだ、とにかく対戦を見せろという方は、動画の方に選出画面に飛ぶ時間を書いておきますので各自お願いします。一応このシリーズについての説明などもさせてもらうので、今回はできればこの前語りを少し聞いていただけると嬉しいかもです。ではパート1ということで、この動画シリーズについていくつか注意事項と説明をさせていただこうかと思います。まずこの動画はポケモンオメガルビーアルファサファイアレーティングバトルの対戦実況となっております。次にこの動画はメガ進化統一パという独特の縛りパーティーでレーティングに潜っていく動画です。メガ進化統一といっても持ち物がメガストーン固定ではありません。あくまでメガ進化するポケモンが選出画面でバレにくくするという選出アドバンテージを考えた作戦です。ちゃんと勝つための戦略なので、パーティーや環境に合わせて持ち物は適切なものにしていきます。言ってしまえばメガ進化できること統一となります。そのためメガストーン統一を期待してくださった方はごめんなさい、ご了承ください。そしてこのシリーズは前編と後編で一つのパートとなります。その理由として、このシリーズは前編の冒頭で決めた6匹を使って別のパーティーを2つ、つまりパーティー A とパーティー B を作り、その2つのパーティーの対戦実況それぞれ行うというようになっているからです。いろんな方が作れるメガ進化統一の面白さが少しでも分かってもらえたら嬉しいので、このようにしています。とこのようになっております。後々変更していくことはあるかもしれませんが、今はこんな感じにしようと思っておりますので、お付き合いください。さて、長々と時間を説明に使ってしまいましたが、そろそろ対戦の方に入っていこうと思います。今回パート1で使う6匹はこの子たちです。ということで、今回はリザードン、ルカリオ、ライボルト、ギャラドス、ハッサム、ラティオスとなっております。この6匹で2つのパーティーを作ってきましたので、今回はパーティー A を使っていきたいと思います。どんな方になっているか予想しながら見てもらえると楽しいかも。では対戦へどうぞ。今回初戦のお相手は隼人さんです。撮影中ではなかったのですが、面白い対戦だったのでバトルビデオでの実況とさせていただこうと思います。お相手のパーティーはバシャーモ、ナットレイ、サンダー、不思議花、ギャルドス、ラティオスでした。バシャナットサンダーと呼ばれる有名なサイクルができるパーティーですね。基本的にメガバシャーモをエースとして、ファイアローに強いサンダー、地面や水に強いナットレイを後出しながらメガバシャーモの効果力で負担をかけるのが戦術です。お相手のパーティー、メガ枠がバシャーモ、不思議花、ギャラドス、ラティオスと4つありますが、選出段階でメガ枠はバシャバナで決め打ってます。確かにバシャーモは命の玉型も有名ですが、先ほどのサイクルを回す上で命の玉では耐久力が足りません。この並びにしているということは、まずメガバシャでしょう。ギャラドスのメガ進化も考えましたが、5つ目あたりのサポートだと思います。お相手のパーティーはサイクル戦重視だと思うので、耐久ベースのギャラドスかな。ただ完全に偽装構築で壁張りラティオスからのバトン馬車なら、バトン先としてメガギャラはありますね。ではこちらの選出ですが、お相手視点でバシャーモはかなり通りいいですね。ギャラドス以外でこちらは止められないですから、こちらとしてもギャラドス選出確定です。で同じくラティオスですが、こちらはハッサムじゃないと受けられないわけですけど、私のパーティー内にもラティがいますし、お相手のパーティー的にナットレイじゃないと私のラティの流星群受けられませんから、お互い鋼枠が選出ですかね。シギバナは正直出てこないと踏んでます。メガバナだった場合、
こちらのライボルギャラには強いですが、リザルからティハッサムに勝てないのでメガ枠は他が来るでしょう。ギャラドスとサンダーは正直持ち物を絞り込めてないので選出してくるかわからないですが、メガバチャ、ラティオス、ナットレイでサイクル回せそうですし、選出はこの3体じゃないかなと思ってます。で、残りですけど、さっき言ったようにギャラハッサムは確定としてラスト1匹ラティオ選出してしまうとナットレイの突破がほぼ不可能になりますし、ルカリオだとサンダー1匹に壊滅しそうな並びになってしまうので、どちらにも対応できてラティオより早くギャラにも強いメガライボルトにしました。ナットレイを選出段階でライボルトでしか処理できないのはいささか不安ですが仕方ないです。ライボルトの体力をうまく管理していかないと負けそうですね。ではそのあたりも頭に入れて対戦に行こうと思います。対戦よろしくお願いします。こちらの先発はライボルト、お相手の先発はバシャモですね。ここはメガ進化してボルトチェンジを打ちます。急ってますね。ということは守ってきているということでしょうが、どうですかね、メガ進化かもしくはタスキの可能性もありますけど、このターンで多分わかると思います。うん、お相手メガ進化ということは後ろに不思議花ほぼいないと見て良さそうですね。ここはお相手素直に守って加速してきました。こちらはボルトチェンジですけど威嚇を負けているので十分ですね。で、ここはギャラドスに交代しましょう。 S 抜かれているのでボルトチェンジは打てません。で、ここをお相手バシャも交代ということはギャラドス交代を読んできたってことですよね。ラティオス、うん、これは多分ギャラドス読みですね。で、こちらのギャラドスは HB ブッパなので流星群受けられませんし、素直に交代してハッサム出しましょう。こちらのハッサムは HD 特化の残飯なので流星群はかなり余裕を持って受けきれそうですね。で、この流星群のダメージが75、だいたい75前後ってパッと考えればいいんですけど、このダメージ多分メガネなんですよね。一応控えめプレートという可能性はありますが、お相手交代サンダー、ここはお相手の交代がほぼ読めていたのでドクドク打ってます。まあ仮に居座られても問題はなかったですし。で、ラスト1匹がサンダーでしたね。バシャーモが出てくるかもしれないと思っていたんですが、うまいことドクドク入れられました。で、ここは素直に交代してライボルトを出しましょう。熱風を打ってくる場面かもしれませんけど、熱風がなくて電気技の可能性もありますし、一番受けられるライボルトを出します。お相手熱風、うん、熱風持ちが分かったのでハッサムで受け切るというのは無理そうです。で、ここで火傷を負ってしまったのがかなり痛くて、次の熱風を受けられなさそうなんですよね。スリップダメージ込みだとかなりギリギリです。で、ここを相手交代、こちらボルトチェンジでもよかったんですけど、高校ボルチェンされるのが嫌だったので10万ボルトを選んでます。実際ボルトチェンジでもよかったんですけどね。もし座られて熱風打たれたらかなりきつかったですし、ここは素直に交代します。スカーフラティオスの可能性を考えたのでハッサム出しているんですけど、まあダメージ計算したら控えめ流星群でもないですね。多分ダメージ量的にはメガネだと思うんですが、で、こちら残飯込みで次の流星群、2段階ダウンの流星群は受けられそうですから、次のサイクルを回すためにこちら羽休め選んでおきましょう。お相手交代、ここお相手サンダーが出てきたということは、まあほぼ確実に熱風を打ってくる場面でしょう。こちらハッサム、ライボルト、どっちにしろ熱風で吹っ飛ばせますから、お相手は多分熱風です。なのでちょっと危険ですが、ここはギャラドス出しましょう。うん、ここはギャラドス。お相手の技選択は、うん、熱風ですね。お相手普通に安定行動してくれたので受けれてます。
で今度は逆にお相手電気技が安定行動なので、ここをライボルトで受けましょう。お相手の電気技は10万ボルチェン、放電、いろいろありますけど、放電でしたね。放電ということは多分ボルチェンは持ってなさそうですね。で毒のスリップは結構大きくなってきましたし、お盆、なるほど。でここで、やけどのスリップが21なので、あと1回だけスリップ耐えられますね。ここサンダー交代、ラティオスが出てきました。ここはボルトチェンジを選んでます。スリップ回避も含めてボルチェンで技を当てていきたいところですね。少しでもラティオスに負担かけたいですし、ここはハッサムを出しましょう。ここは流星群受けても問題ないですから、素直にトンボ返りを打っていきます。ここでお相手が出てきたのは馬車も、サンダーだったらここはライボルトに回したんですけど、バシャーモンが出てきたのでここは素直にギャルドスを出していきます。雷パンチがなければギャルドスかなり安定してメガバシャーモンを受けられますから、引っ込めた。雷パンチなさそうですかね。ラティオスを出してくる。ここは滝登りでダメージ当てていきましょう。ラティオス物理耐久はそんなに高くないですから、半減と一技でもこんだけですから。こちらのギャラドスで A 全然振ってませんし、素直にハッサムを出します。流星群、ただ HP ほぼ全開ですから流星は全然大丈夫そうですね。でここトンボ返りが安定っぽいんですけど、実際のところトンボ返りする必要あんまないんですよね。まあサンダーが出てきた時はいいんですけど、大体バシャーモですからこのタイミング。バシャーモトンボ返り、バシャーモになら後出しギャラドスで良かったんですよね。まあサンダーが出てくる可能性も考えたら確かにトンボ返りが一番いいかな。ただこのトンボ返りをしたせいで次の流星群を耐えられなくなってしまっているので、ここのバシャームからラティオス交代読みでハッサムを投げています。でここでラティハッサムの対面を作れたので次の流星群必ず受けられますし、素直にここ回復しましょうかね。ここで回復するようにはトンボ返りを選んでてもよかったといえばよかったわけですけど、サンダーで、ここでですが、多分サンダー電気技なんですよね。一番電気技が一貫する状態なので、放電、ここは無理、ちょっとハッサム強気で居座ってます。トンボ返りを当てる。もう電気技をライボルトが受けられないので、お相手電気一貫してますから普通に電気を打ってくるでしょう。ここはライボルトを出します。ラスト1回のスリップでしたが、ここで使っていきましょう。正直放電を読んで、サンダーの放電を読んでハッサムで受けるか、熱風読みでギャラドスを出すかっていう超シビアな卓になってますけど、ここはボルトチェンジでスリップ回避していきます。もうライボルトがターン終了時に居座れなくなっているので、ボルトチェンジでうまくごまかしていくしかないですね。でここなんですけど、トンボ返りを選ぶ必要がないんですよね。後投げサンダーが怖いですからバレパンを選んでますけど、お相手も多分ラティオス切ってますね。これ流星群でダメージ当てていこうって感じですか。うまいこと思考が噛み合いましたね。ここでトボガエリを選んで、サンダーが出てきた時は一番きつかったので、でここはお相手羽休めですよね。羽休めをしないと次のサイクル回せませんから、こちら強気でトンボガエリ選んでます。実際のところここで熱風を打たれて、
ハッサムが落とされていてもライボルト死んだししてボルトチェンジを打てばいいだけですから、そんなに問題はないんですよね。とりあえずこちらとして負け筋は、ギャラドスが馬車も落とせずに落とされること、もしくは、サンダーを受け切れずにライボルトどこか一つが落ちることですかね。ここは電気技読みで放電読みで出してます。でここで麻痺を引いてしまうわけですけど、あんまりハッサムの麻痺は関係ないですね。こちら S にはこだわってませんし、どっちにしろ S 抜かれているので、でここでお相手ドッグ、ここはトンボ返り選んでます。羽休め、そうですね、ここお相手羽休めをしないといけませんし、熱風で落ちたらまた結局さっき言ったようにライボルトを出せばいいだけですから、とにかく毒のスリップでターンを稼げると十分こちらとしてはメリットなので、ギャラドス出しましょう。そろそろ毒の蓄積がシャレにならないダメージ量になっていますから、ごまかし効かなくなってますよね。ここで交代してハッサム出します。仮にここでハッサムが落ちてもさっき言ったようにライボルト出せばいいだけですから問題ないですね。放電で、ここで急所を引いてしまったせいで次の放電が受けられないんですよね。さすがにそれはまずいので、ここは羽休め選んでます。でお相手毒を抜きに来ましたね。馬車も出してきました。トンボ返りが選べたらかなり楽だったんですけど、まあ一番安定行動ですねこちらは。でここは交代します。さすがにハッサム落ちるとまずいので、特集系ができないとまずいですから、ただここさすがにお相手読めますよね。ギャラドス交代読みでサンダー出してきました。でここでギャラが落ちてしまうとこちら負けなんですけど、お相手このタイミングで羽休めをしに来たってことだと思うんですよ。さすがにここで突っ張って電気技を打つ、ハッサムで受けられるバレパン打たれるでかなり厳しいですから、羽休めを呼んでここは滝登りを選んでます。で滝登りでも全然お相手受け切れてますから、次は攻撃してくるでしょう。ここはハッサムを出します。ここ素直に電気技を打ってくると思っていたんですけど、お相手熱風交代読みしてきましたね。さすがにハッサム落ちてしまいますが、毒のスリップを考えると多分ボルトチェンジ圏内ですね。これはこちらはボルトチェンジを選べばいいですから、でサンダーが仮に、ボルチェン受けて落ちてしまえばギャラドスで馬車も受けられますからボルトチェンジで、ここら辺で気づくんですけど、お相手の勝ち筋も一つしかないんですよね。ここでバシャームが雷パンチを持っていない以上、サンダーとギャラドスタイミングを作ってサンダー羽休めをしながら、こちらのライボルトの10万ボルトの圏内から出る、でその状態から、ライボルトと対面するしかないんですよ。ただこちら気づいてももう滝登り連打するしかできませんし、少しでもサンダーに負担を当てていくのがギャラドスの仕事ですから、しっかりみんな役割を果たせてますね。でここはほぼお相手羽休めですというか、10万ボルトならそれはそれでいいですから問題ないですし、10万じゃない放電か、まあ問題ないんですけど、ここは滝登りで、さっきのダメージを見ると最初の毒と2回目の毒ぐらいだったら怪しいんですよね。これ羽休めをされるともう一回ギリギリ受け切られそうですけど、放電でここで切ってきましたね。確かに急所の可能性を考えたりすれば一回再生してここで勝負に出るしかないわけですよね。お相手もうこちらをやること一つです。ライボルトの10万ボルトでこのサンダーを落とせるかどうかという勝負です。ここは10万ボルトを選びます。さあどうだ。
うん、しっかり落とせましたね。ギリギリでしたけど楽しい対戦でした。ハイドさん、対戦ありがとうございました。はい、ではやっていきましょう。お相手のパーティーはライコ、レイジューランドロス、ヘラクロスにガルーラ、ギルガルド、スイ君ですね。メガ枠は真ん中2体、ヘラクロスとガルーラ。ガルーラはほぼメガで確定でいいでしょう。問題は先発、ヘラクロスがスカーフの可能性、ハチマキ、ないとは言えないですよね。ガッサ対策に毒毒玉とかもなくはない。そうなると先発が読みづらいですね。ライコー先発も十分ありますし、レイジューランドロスも十分ある。リザで一回ニトロチャージを詰めたら全抜きまで狙えるパーティーですかね。そうですね、リザードンがかなり刺さりますから、そうなると一番きついのはリザードンが加速しないと抜けないライコーと、スカーフランドロスですかね。ここはライコーに強いラティオス、ライコーに強い、ハッサムがいいですかね。あんまりハッサム刺さっていない。先発ルカリオで良さそうですかね。で、裏にギャラドスとリザードン、ライコーがめちゃくちゃ重いですよね、これ。ただこれでいきましょう。お相手先発レイジューランドロスが来たらギャラドスに回せばいいので、ホタルリンネさん、対戦よろしくお願いします。こちら先発ルカリオ、お相手はランドロスから来ましたね。地震から来るか、トンボ帰りから来るか、岩石封じから来るか。ここは素直にギャラドス出しましょう。岩石封じならスカーフじゃないと断定できますし、タスキでステルスロックを巻かれるのが一番厳しいですけど、岩石封じから入ってきたということは直帰ですかね。ここ交代します。ルカリオ出しましょう。交代してくる場面もしくはトンボ返りだと思うので、で裏にライコーがいるなら出てきますし、接触したくないなら普通に素で交換してくる可能性もありますから、さあどう来るか。トンボ返り、 OK。 トンボ返りはほとんどダメージないですから、ここで何が出てくるかですね。ガルーラはかなり出しにくい場面だと思いますし、ヘラクロスが出てきた。ヘラクロス、ここはルカリを切っていいですかね。ここはインファイトで切ります。メガヘラ、これはどれだけ入るか。これニトロチャージ圏内入ってくれないですかね。ただインファイト OK。 これで次のリザードニトロチャージがメガヘラ落とせるラインまで多分入っているので、ここはリザードン出しましょう。ニトロチャージ積みます。さすがにヘラクロス交代してくる場面だと思うんですけどね。引っ込める。ラストが
ギルガルド。オッケー、ギルガルドならいい。これ多分死に出しランドロス狙いですよね。ニトロチャージ、これで S ラインが上がる。ダイモンジ打ちましょう。捨ててきますよね、さすがに。影打ち、てかニトロチャージいらなかったですよね、よくよく考えれば。あー、ハチマキの火力ですねこれ。うん、いらなかったですよね、どう考えても。だってランドロスがスカーフじゃないって分かってますし。ランドロス、いや、メザ氷で飛ばない可能性が十分あるんですよね。ただここはギャラドスを投げて威嚇を入れればいい場面ですよね。多分岩石封じですけど、岩石封じ、お相手ここで岩風連打してくるわけにはいかないはずなんですよ。ランドロスが落ちてしまったらお相手負けに直結しますから、ここはリザードン投げます。トンボ返りでしょう。ステルスロック、危ない。直帰じゃない、タスキかこれ。まあメザ氷打つしかないですね。タスキじゃなかった、よし、これは勝てるんじゃないか。さすがに日差しが元に戻りますけど、さすがに文字一発で吹っ飛ばせるライン。あのランドルさん何だったんでしょうか。じゃあゴツゴツメットとかですかね。文字打ちます。当てなかったら負けです。よし、対戦ありがとうございました。ホタルリンネさん、対戦ありがとうございました。はい、というわけでどうだったでしょうか。初めての投稿で動画撮影も実況も慣れてなくて、お見苦しい場面が多々あったかと思いますが、お付き合いいただきありがとうございました。プレイングミスなどもあったかもしれませんが、そこら辺はあれということで、どうか一つ多めに見てください。オメガルビーアルファサファイアが発売して結構な時間が経ちましたが、メガ進化の種類も増えてレートなどもどんどん変化しております。このメガ進化というシステムをもっと面白く使えたらなという思いから、このシリーズを作ることになりました。もちろん勝つことを意識してパーティーを組んでいますが、少し変わったパーティーがいるのもまた一興ということで、どうですかね。今回の動画、1戦目はバトルビデオ、2戦目は通常実況という形でお送りしたわけですが、どちらの方が良かったですかね。皆さんのご意見も参考にしたいなと思ってます。収録外ということで1戦目はバトルビデオ実況だったのですが、実際は1戦目の対戦25分近く対戦していたので、後から考えたら尺の都合的にもちょうど良かったんです。今回選出機会がなかったラティオスですが、これからまた機会があったら出していこうと思ってます。前語りでも説明した通り、今回はリザードン、ルカリオ、ギャラドス、ライボルト、ハッサム、ラティオスのメンバーのパーティー A をお送りしました。次回はパーティー B を使った動画を予定しています。少しだけお話ししておきますと、次のパーティー B の6匹はすべて今回使った個体とは別の個体となっておりますので、どうか見ていただけたらなと。ポケモンの紹介などご意見があったらいろいろ取り入れていきたいと思ってますので、感想などいただけたら泣いて喜びます。質問についても動画内で質問してくだされば、可能な限りはお答えしていくつもりですし、
使ってほしいメガ統一で使用可能なポケモンがいたらどんどん言ってください。できる限りその子たちの持ち味を生かした型を使っていきたいと思います。そろそろ時間も時間なので今回はこの辺で。大して面白いことも言えてませんが、それでも楽しかったと思ってもらえたら嬉しいです。このシリーズは続けていく予定なので、これも何かの縁だと思ってくださる方はこれからも末永くよろしくです。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。